さっきのね、メガネさん、めっちゃファンキーでね、かっこよかって、そのね、あのボーカルの人も言ってましたけど、次は、UC の、UC の前の曲か。そういう表現でね、ライブの最後の曲になります。最後のから2曲目になります。これもね、あの昔から、大昔じゃない、この番組でずっとやってる曲なんで、まあ僕は有名な曲なんですけどね、フレディ・キングのバージョンで、セイム・オールド・ブルース。
生を分なんですね。まあまあ。